ジラっていうのは本田さんがこんな発言をちょっと引用したんだけど、前半はとにかく徹底的に人間無力なんだと、ゴジラが恐ろしいんだってことだけで押していったと。で政府がどうだとか少しは出てくるけど極力最小限とどめたと。で人間の側のリアクションは一人の科学者だけにしたっていうふうにこう言ってるんですよね。一人の科学者しゅって二人だけど、まあ要するに後半の科学者のドラマのみに集約させたということを言っていて、でそれが初代ゴジラの特徴で、初代ゴジラっていうのは基本的にいろんな人間が出てくるけれども、かなりの数が出てくるけれども、ドキュメンタリー的な登場人物であって、こういう人が本当にいたらこういう時にはどういうリアクションをするかっていう意味での登場人物であって、ドラマになっているっていうのはその科学者だけなんですよ。それは尾形は軽いよだそれは主人公に形形式上主人公になってるから、本当の主人公は違うんだよねゴジラ。だからそれを見るとその本田監督作品っていうものは実は一貫して同じテーマを語っているってことが分かってくると、まあ、この本の中でも それがまあ中心になってくるんだけども、それをちょっと分かりやすくね、やった方がいいと思うんですよ。でだからそれが実はなんで海外で非常に作家として評価され続けているかっていうことを解き明かすことにもなっていくんで、でねまず本田さんの作品って誰がいるかっていうと、まず怪獣がいるじゃないですか、ね、そう怪獣って感じって生まれて初めて描けるようになった怪獣って感じ。ああそうですよね、はい、感じです。でね、で人間がいるじゃないですか、人間とか社会、人間とか社会がありますよね。普通これとこれの話だけなんだ。アメリカの怪獣映画ってほとんどこれとこれなんですよ。怪獣が出てきて人間が戦う、ないし軍人。ところが本田さんの作品っていうのは決定的に違うんだ。ここに全然関係ない、ここにすごく特殊な人が出てくるんですよ。これは一作目だと科学者なんですよ。この三者の関係性の物語になるんだよね。でさっき言った尾形っていうのは宝田明がこれを代表する、人間とか社会とか常識とか正義を代表する人として出てくるんですよ。でこれはゴジラで、ね、書かなくてもいいけど、でここで出てくるのは2人いるんですよね。で1人はこれ役目で書いた方がいいの役目で書いた方がいいね。そうですね。で志村隆って俺書けんねんね。ああ書けない、はい、志村は書けないことないですだからこれ書くと剣って書きそうになるんだけどそうですね、そんなやつこれ山根博士ですね、ええ。でこれ古生物学者で、まあ、爬虫類の研究家っていうか、まあ、恐竜の研究家ですね。そうですね、はい。でもう一人が芹沢ってどっちだっけ、作者編にこれだけ芹沢博士で、平沢これ逆転してますね。あ、逆転した逆だ。平田明彦演じる、なぜ役名の方じゃなくて俳優名を固定してるかっていうのは意味があるんですよ。そう、平田明彦先生ですね、彦これかで芹沢博士ね。でこの関係性で実はこの三者の関係性っていうのはほとんど本田石郎監督の作品ずっと連続するんですよ、ほとんどね。そうですね。だからそれは実は他の怪獣映画にはないんだ。でゴジラが好きか嫌いかって話になるじゃないね。その時じゃあ本田監督が監督してないゴジラ作品っていうのは一体どういう話かっていうと、この三角関係が存在しないんですよ。平成ゴジラとかもそうですけど、ここが違うよね、うん、確かにゴジラの逆襲って2作目なんかもね違う感じ。ない人間社会と怪獣ですね。人間社会と怪獣の話しかないんだ、平成ゴジラもそうだ。実は これがないんだ。これで志村隆はゴジラを殺すべきじゃないって言ってるんですよ、ね、ゴジラを愛してる人ですね。で人間がどれだけ殺されようとも、その宝田明にあいつをゴジラを殺すべきですって言われても勝ってくれたまえですから。でゴジラが殺されるってなるともう暗くなって電気消してこうやってバーッてやってる人ですよ。いやあのシーンがねすごいんですよ。意外にゆっくりしてるんですよね、後ろ姿が映ってパッと。でね、加山茂さんの原作だともっと山根っていうのはもっとマッドサイエンティストむき出しでゴジラ寄りの人ね。そうそうそう。で完全にもうゴジラを攻撃するような電流をもう切ってしまったりとかエキセントリックな人なんだけど、本田さんは普通の人みたいにこう描くんですよ
ゴジラを愛してるんだけど、そう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 、だからいかにも狂った、いかにもおかしいみたいな風に捉えないんですよね。でもう一人の科学者が平田明彦を扮するその芹沢博士なんですけど、この芹沢のキャラクターっていうのは本当に謎として描かれてて、まず彼は高田明が言うんだけど、人間を信じられなくなったって言ってですね、まず人間を彼は信じられなくなったんだって、あの人は人間を信じられなくなったんだと言いますよね。自分自身も信じられないんだって言われるんでね。そうですね、そう、自分自身も信じない。でなぜかっていう説明は戦争でって言うんです。そう、戦争でってだけなんですよね。それしか説明がない。で顔に片目でケロイドを覆ってるんですよ。ケロイドはね、ものすごく強調されたんだけど、実際の映画では少しうっすらと。そうそう、スチール写真によってぐちゃぐちゃになってるんですよ、こっち側が、うん、でも実際の映画では薄めになってて、とにかくまあ基本設定はそれだったんですよ。でそれでもう一つはオキシデンデストロイヤーっていう超兵器を開発してるんですよ。でこれしかわからないんだ。あ、それもう一つわかる。尾形と付き合ってるその、コーチモモコですよね。コーチモモコですね。ね、これいいんだっけ、つづり。これは山根博士の、ね、山根博士の娘と最初の婚約者だったんだけど取られてるんですよ。そうそうそう、 NTR ですね。はい。でこれ違うから徴兵器と結んじゃった。はい。こういう人間関係なんです。これ全部ほとんどの本田作品にずっと続いていくような人間関係なんですけど、でこのキャラクターから木戸志子の本ではそれほど追求してないけど、一体じゃあ芹沢って何者なのってことは子供の頃わからないんですよ。でも大人になってわかるのは、じゃあ戦争で人を信じられなくなった、自分も信じない、自分自身を信じない、自分も信じない、戦争で自分を信じられなくなるっていうのは一体どうしてそういうことが起こる、誰か戦争で自分を信じられなくなることは一体何をすると起こりますか。そうだよね、人殺してんだよ多分。でも彼は東大かなんかの物理学か科学の研究者なんですよ。でその当時第二大戦期に日本がそんな科学者を兵士として戦場に送ることはないですよ。そういう物理学とか生物科学の学者を、じゃその当時大日本帝国は何に使います？はい。はい。はい。兵器開発ですよ。これ以外考えられないんだ。で、その頃実際に理化学研究所では、小保方さんが今いますけど、理化学研究所は何の研究をしてたか知ってる人？第二大戦期。はい。原爆ですよ。そういう人だよね。だから信じられないよね。ゴジラは生きた原爆じゃない。うん、そうですよね。っていう、実は物語ですよ、うん、実際はね。ゴジラはだから、まあ、だ原爆だよね、あれはね。原爆生物だよね。水爆大怪獣映画って言われてましたからね。っていうか、生きた原子炉みたいなものとして描かれるじゃない。背中バーッて光るとか。そうですよね。でも彼自身は原爆ないしは、要するに ABC 兵器、アトミックボム、もしくはバイオロジカル、もしくはケミカル兵器を作ってたんだよ、ね、うん、で、自分自身を信じないようになって言ってんだけど、彼完成させてんだよね、実は。オキシデストロイヤーって形で。という、この人自身がゴジラなんですよ、実は。で匹敵する力も。匹敵する力も。あるいはそれ以上の力。多分、オキシデストロイヤーそれ以上の力があって、オキシデストロイヤーって水中の酸素を破壊するって言ってるんだけど、実はゴジラより恐ろしくて、水中の酸素を破壊したら地球滅びちゃうじゃないですか。ゴジラは地球は滅ぼせない。彼は地球滅ぼせるんですよ。でも戦争とかでそういうので人を殺すの見てるから信じられなくて、それを封印してんだけど、でも持ってるんだよね。破棄してないんだよね。研究続けてんだよね、しかも彼。そうなんですよね。それが怖い。それでなぜ婚約者だったのに会わなくなってしまっているか、なんだと思う。だってお兄さんのように慕ってて、幼い頃からどうも
一緒にいたわけでしょ、うん、山根博士の娘として。で婚約者だったわけじゃない。なぜ彼は自分から会わなくなってるの、 彼女に。なんでなんですかおいおい、これはどう考えたって自分が恐ろしい人間だってこと気がついちゃったからだろ。まあそうですよね。だから自分自身が信じられないから、信じられないから、そんな人間と一緒にはそう、まあ、巻き込みたくない。そう、彼女は汚れなきものとして思ってるからだよね、はい、うん、まあ、好きは好きなわけですからね。好きなんだけど、多分あの、なんていうの、傷つけちゃいけないものとかいう形で思ってるんだよね、うん、そうするとこのスポーツマンに取られちゃうんだよなでもはっきり取られたかどうかは分かんないんですよ。で最初分かんない、最初分かんない。希望的観測を持ってんだよこの男は。2人の関係のことを芹沢さんに言わなきゃ言わなきゃってコーチもこう思ってるんですよ。そう、でもすごく罪悪感で取ったっていう気持ちがあるから、2人ともすごく芹沢さんを裏切ったっていう罪悪感を持ってるの。デリケートにしてるんですよ、ね、そう、あの公約者だったら裏切ってこんなで、オキシオネスライウイヤーを使う決意をいつするのかっていう時に、原作の加山茂はどうやったら使うべきか使わないべきかって言ったら、コットを買ったらもう戦場の人なんですよ。そうで、だけど そこは本田さんおかしいと、おかしいと。これはこの時に芹沢がどうして使うのかまで描かなければ映画にならないっていう時に、どういうことを使ったかっていうと、一つは平和への祈りを少女たちが、そう、祈っていて、それにこうあの苦しむ人たちが映った。でもう一つは決定的にこいつらできてるって知った途端に、宝田明を解放する高知桃子を見て、あっって気がついて、 そしたらタイミングよく平和の祈りがボーッと聞こえてきて、もうダメ押しの今これはもう、そう、しかもその時に本田さんが言ってるのは、この時にも死を決意したんだ。この時に単にオキシエンデスを使うっていうだけじゃなくて、使った後は自分もゴジラと一緒に死ぬっていうところまで、その瞬間悟ったんだなっていうことを言ってるわけですよ、ね、そう、そう、そう、女に振られて爆死ってやつですねそうそうそう、簡単に言うとそういうことですよね。そう、これってすごく他のもそうなんですけど面白いなと思うのは、彼はものすごい超影響を持ってて、地球を滅ぼす能力を持ってて、でもそれを使い道が分からなくて抱えたままどうしようどうしようと思ってる。で、高知桃子と付き合うことは自分はできないって自分は罪深き人間だと思ってるからね。で、こんな汚れなき、彼女 を、まあ、を抱えることはできないみたいに思って、どん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 引いていってる世の中から。で、その時に、ゴジラとの接点がないんですよ彼自身の中には。ところがゴジラと彼が接するのって、ゴジラが銀座っていうか東京を完全に壊滅させてるのをテレビで見るのね彼は。で、その時にじーっと見てるんだね。ゴジラがもう火の海にして東京中の人間を皆殺しにしてる状態をじーっと見てるっていう、あの時彼はどう思ってる。そこがね、町山イズムなんですよ僕はそう思うんです要するにこのゴジラっていう映画は、そういうふうに位置的にはゴジラと芹沢が重なるんだけど、芹沢がゴジラへの思いとかそういうものを口にしてるし、全くないの、全く一個もない、一箇所しかない。そのテレビを見てるシーンで、 そうで、そのテレビを見ているシーンで町山さんはこれはもう完全にゴジラの方に共感していたんだというふうに思ったわけですよね。俺は思ったね、うん、だって彼はさ、戦後居場所ないんだもん。彼は戦争の傷をものすごく背負ってしまって立ち直れないぐらい、そのもうものすごい罪を背負ってしまってるわけで、心で。ところが戦争が終わって、わざこれ1954年ですよ、戦争が終わったのは45年ね。でわざか9年しか経ってないにもかかわらず、チャラチャラしてやるがいるわけだバイク乗ってイエーイみたいなのがいるわけだで銀座行くとみんなこうやって踊ってんだでパフェとか食べたりしてんだで次の流行はとか言ってんですよ、この世界どうなってんだよこれ。俺たちはものすごい罪を背負ったんじゃないのかと、本当に傷ついたし、いっぱい人死んだんじゃないかって、一人で荷物背負ってるんですよ彼だけねえ、おかしいじゃねえかこんなチャラチャラしたやつらが、ねえ、たった9年でこんなになっちゃうのかよ。銀座もうネオンでね、でそこへゴジラ来て全部踏み潰すんだもんっていうふうに思ったのね。したら川本三郎さんとかに、あの当時っていうか、まあ言われてきてるのが、あのよく言われてるゴジラ英霊論だよね。あ、ゴジラは英霊であるっていう考え方ですよね。英霊っていうのは要するに戦争で死んだ人たちの魂、戦争でわざわざ日本を守るために戦って死んでったにもかかわらず
日本はそんなことを忘れてしまっていると、で、まあ、チャラチャラしていると、でゴジラはそれをに対して怒りをぶつけに来たんだっていう考え方があって、それは菅野三郎さんとか他にも何人もいますよね。なんだっけ、赤坂さん、赤坂さんとか、あとそれを元にした金子監督の、金子監督のね、なんだっけ、 GMK ですよね、 GMK ゴジラモスラーキングで大怪獣総攻撃っていう映画があって、 それは要するにあれは原作は怪獣学入門ですからね、怪獣学入門を作ってその時に川本三郎さんと赤坂典夫さんっていう、まあ、学者ですけどに、そのゴジラは実は第二大戦で死んでいった日本の兵たちの英霊の怨念がゴジラという形になって、その戦争を忘れて、なんていうか繁栄の中でぬくぬくとしている日本人たちに怒りをぶつけに来たらというのを、その三島由紀夫が、書いたその英霊の声っていう、まあなんていうかあれは能なのか、ああそなんかそういうやつですね、能だよね、うん、に、まあ、なぞらえて論じてるんだけども、でその三島自身もゴジラ好きだったと、ね、そう、三島由紀夫はゴジラ好きだったね、三島由紀夫ってのはずっとその戦争でああいうことがあって、その後日本がどん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 アメリカにされていくのが悔しくてしょうがなかった人なんですけど、で僕自身が思ったのはその、あのゴジラが街を焼き尽くすシーンというのはガメラと重なるんだよ、あ大怪獣ガメラでもって子供がそのガメラが東京を破壊するのをまるで自分が破壊してるように思っちゃうじゃない、子供が、うん、ですごく近いものを感じる、まあ、何も言わないからあの平田明彦はそうでわからないんだけども、でも彼がそれをこの前後なんですけど、徴兵器を高知門戸に見せるシーンがある、うん、ありますよね、すごく得意そうに見せるんだよね、そうだからあんなにこの人はそういう世界に引きずり込んではいけないと思っているのに見せるって、ね、見せるの、いいもの見せてやろうみたいな、でいいものは言わないね見せてやろうっつって、で徴兵器を見せるっていうシーンがあって、あそこがすごく自慢げなとこが科学者の面白さで、これ恐ろしいものなんだけど俺はこれだけ作ったぜ、俺は神みたいなもんだってところがどうしてもあるじゃない、でそれがある限り使うかもしれない、だけど原爆ってまさにそうで、原爆を開発したオッペンハイマー博士っていうのは原爆は使いたかったんですよ、でも自分が作ったもんだから自分がどれだけすごい力を持ってるか見せたかったから、でも原爆をその後戦争とかに使用するのを反対したし、水爆に使用するのも反対したんだね、ただ広島には落とさせてるんでね、オッペンハイマー、そのアンビバレントな科学者として俺はこれだけのもの持ってるやらかしたいぜっていうのと恐ろしいものを持ってしまったっていうのは同時にある感じっていうのはすごくよく、しかも見せてしまったことによって自分を追い詰めるわけですよね、そうそうそう、すごくよく言ってものすごくその辺でその原爆開発者と近いリアルなものを持ってて、じゃあどう決着をつけるかっていったら自分の持ってる徴兵器と生きた徴兵器であるゴジラをぶつけ合って全部自分ものとも全滅させるっていう道を選ぶんだよね、すごく整合性のきちっとしたドラマになってるよね、そうですよね、うん、でその時に平田明彦が、芹沢がそのゴジラと一緒に滅ぶところもすごくよくできて、ゴジラと溶け合うんだよね、うん、そうなんですよね、海の中で、普通にゴジラを倒したっていうのと違って、オキシエンデストロイヤーでゴジラを溶かすじゃない、自分も一緒に溶けるじゃない、わざとヘルメット取って、あ、そうなんですよね、ゴジラと完全に一体化するの、だから俺はあのゴジラが東京を破壊してるのを見て、彼が心の中で自分のなんていうか、深層心理の部分がゴジラになって東京を破壊してるっていうふうに思ったんじゃないかと推測する部分っていうのはそんなに変だなと思わないのは、最後にゴジラと溶け合って完全に物理的に一体化するから、だから完全に軸としては合ってるんですと思う、うん、要するに彼の中の暗い気持ち、その戦後の日本の繁栄に対するなんかすごい怨念みたいなものっていうものがゴジラとして形になってて、最後はゴジラっていう怪物を沈めるために自ら一体化していくっていう、でも別に鎮魂の儀式みたいなもんだよね、でも別に芹沢は戦後の日本に憎いとかそういうこと言って言わない、一言も言わない、むしろ、まあ、幸福に暮らせよとそういうふうなことを言うわけですよ、幸福になりやがってとか思ってるのに、俺みたいにその戦争っていうものに対して傷ついてしまって怨念のある人間というのはいる限り、その要するに日本のその後の繁栄とかに対して恨みを持ってる俺みたいなやつは死んだ方がいいんだと、で日本は勝手に繁栄してくれよっていう言い方なんだよね、あの幸福に暮らせよっていう言い方は、俺は日本の将来のために消えていくべきなんだみたいな形になるじゃない、そうただその理由、彼が逆に戦後もそう思いながらも死なないで生きてきた理由っていうのは高知桃子なんだよね、うん、
彼女がいる限り人間社会ってものに絶望して人間は信じられないって、信じられないって彼が唯一信じられるのは高知桃子だけなんだよね。そしたらやられちゃったんだよ宝田明に。すごく俺は宝田明をゴジラが、これ宝田明さんに本当に申し訳ないんですけど、宝田明さんが、宝田は悪いわけじゃないですか、宝田は悪いわけですけど、宝田明さんがすごくゴジラのなんていうか、あの俳優として、まあ、あの唯一あの現存しているあの古生物なんで、志村さんもみんな死んじゃいましたからね。だからゴジラっていうと宝田明さんすぐ出てきてゴジラの代表みたいなしてるけど、ゴジラの作品の中では唯一全くキャラクターがわからない薄い人間なんですよ。普通の人だから、普通の人を代表してるから、普通の価値観ね、イケメン、スポーツマンね、爽やかね、人を殺すのはいけないことだよみんなみたいな、松岡修造的なねえ、俺は人を殺すかもしれないなんてかけらも思ってませんよねえ、思ってんだ、俺はもしかしたらやっちゃうかなっていうのを思ってるんだねえ。でゴジラを見て、銀座を破壊するとこ見て、ああやめてゴジラ銀座破壊しないなんて思って見てる人はいませんよ、怪獣ファンでねえ。あ、そうですよね、変だよね、うん、そんな思ったらゴジラ見に来ないよね。やれーってのあるから見に来ないわけじゃん。でもさっきのカメラと同じでやれーって思った後、ごめんなさいっていう気持ちもあるわけだよ。そうそう、だからごめんなさいってのは後でまとまって出てくる、ね、まとまってくる。だからそういう話ですよ。だから戦争の記録フィルムとか見るとさ、ものすごく興奮しないで、ベトナム戦争の大爆撃とか見ると、いやそれは町山さんです。あ、そこまで興奮しない、うおーとか思うけど、ごめんなさいこんなんで喜んでって気持ちってあるわけよ。あー、ない？僕はそこまでかな。でも怪獣が同じじゃん、会社がビル破壊するの見て喜んでるでしょ。いやだから僕はこの本をやるときに、そういう人もいるんだっていうことを念頭に置いて書きましたね。どういうこと？いやだから町山さんみたいな人がいるんだからやっぱりこれはアホの見本みたい。そうそう、この一本でゴジラがスターになったっていうね、はい、あのゴジラ破壊者で映画の中ではこうもう困ったものなのにもかかわらず、なぜヒーローになったのかって視点は必ず忘れないようにしようと。そうだから、まあ、水木しげるの例とかも出したんです。ああ、そう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 ですよ。だからすごく面白いのはゴジラって悪役じゃん、どう考えたってね。え、でもヒーローじゃん。でも宝田明が実際物語上のヒーローに関わる、全然ヒーローと思えないんだよね。ねえ、このすごくドラマとしてその普通の定型と全く違うものってのはやっぱりすごいと思うよ。だから二重構造なんですよね。やっぱり宝田明がいないと終わらないし、映画が。そう、この人たちを守るために世の中っていうのがあって、この人たちを守るっていう結論になるんだけどね、最終的にはね。でもその人に対する反発とかは自分の中にある悪い気持ちだから、怪獣と一緒に滅ぼしていこうっていう形で終わるという。だからところがこれ、この複雑な構造っていうのはその後もずっと続いていくんだよね。で、何を例にしてもいいんだけれども、何ただ地球防衛軍なんかは役者もあの割とこう近いじゃないですか。だから俺は役名より役者をこっちにしたのは、この役者っていうのはそれごと他の映画でも全部同じなんですよ。まあ宝田明こそ出ていないものの、うん、高島忠夫なんだ他の映画でも。まあ佐原健二とか、要するにイケメン枠だよねこれね。そう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 、つまらないイケメン枠。人間的深みのないイケメン枠、爽やかだけれども空っぽなイケメン枠ですよ、ね、そういう枠が必ず。でも女はこいつが好きなんだ。爽やかだから、タイトルでも一番最初に弱いから最初に出るんですよね。そうオフィシャルには主役、そうオフィシャルには主役だけど、裏主役はこっちですよ、ね、で、うん、こっちの人は実はこっちと内面的に繋がってるんですよね。だから地球防衛軍だとミステリアンっていう宇宙からの侵略者出てくるんだけど、そこはミステリアンと通じてるのが平田明彦の科学者なんですよね。ミステリアンっていう宇宙からの侵略者が来て、そうそう、これもこれだからここが通じてて、そうで平田明彦はそこでは白石っていう科学者をやるんですよ。でミステリアンっていうのは何をしに来るかっていうと、地球の女をさらいに来るんです。そうなんですよ。で高知桃子はさらわれちゃうんですよ。高知桃子さん、ただし同じなんですよ。シナリオライターは違っても本田監督の作品が全部同じならば、やはり本田監督の作品ってのはゴジラ云々と関わらず本田世界なんですよ。映画作家なんですよ。で役者まで同じっていうね。それを本当にタイプキャストやってるんだけど、でミステリアンっていうのはね、放射能に蝕まれた星の人たちなんですよね。
放射能に蝕まれて、それで地球を侵略しに来て女性を求めてるっていう、まさにさっき言ったみたいな暗い怨念を抱えた人の怨念が実体化したものですよ、ミステリアっていう宇宙人は、ね、で、まあ、自分自身 の、 その、まあ、化学兵器によって、まあ滅んだ星なんだけれども、基本的に放射能によって、の被害者ですよ。で、それも怨念とかを全然この人間社会に、地球人の社会にぶつけてくるっていうもので、ゴジラとほとんど同じんですよ。で、非常に科学的な存在なんですよ。で、ゴジラに対して科学者たちが興味を持つってたらすごくわかるじゃないですか、共感していくっていうのは。あと原爆であるその、ゴジラに対して平田明彦っていうその、まあ、非常に原爆に近い、ところにいた科学者が共感するっていうのはすごくわかりやすいんだけど、ミステリアに対してその平田明彦演じる白石っていう科学者が共感するのは意味がちょっと違うんだよね、これね。これミステリアンというのはほとんど社会主義国として描かれてるんですよ。他のもそうだけど、怪獣大戦争の X、 怪獣大戦争の X ステージも全く同じ。ものすごく統制ができてて、 子というものはないんだよね。統制感ですからね。そう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 、統制社会なんですよ。だからファシズムなんだけど、トータルタリアン社会で子がないよね。で、統制だけで全体主義なんですよ。その代わりものすごく科学が進んでて、スポーツとかないんですよ。科学が最高ですよ。勉強できる人は一番偉い世界ですよ。ねえ、そしたらもう絶対行くよね、こっちで。ねえ、日焼けとかしてないよ。してるように見えないですよね。筋肉とかないよ。博士くんの世界ですよ。要するに宇宙人っていうのは博士くんの世界ですよ。ねえ、あの博士ってくんって知ってる？こうやってこういう顔してるんですよ。で、博士くんの世界ですよ。まあ、確かに電磁波を遮断されただけで滅んじゃいますよね。そう、何にも殴られたわけでも何でもないよね。科学の中だけで生きてるから、科学的なことですぐ完全に滅んじゃうんだけど、完全に科学そのものが社会になってるのが、あの本田監督の描く異星人たちですよ。ところがこれは実はインテリたちのユートピアなんだ。インテリにとってのユートピアですよね。だから白石っていう科学者は人間社会よりもミステリアン、宇宙人の社会の方に未来があると思って、そっちに亡命するんですよ、一瞬。これ実際にそのソ連が最初はそういう科学の国だと、要するに唯物論で鏡とかいないんだと、で科学第一の国だっていうふうに言われてて、そこに本当にインテリたちの、日本人のインテリが実際何人か亡命してるよね。あの俳優の女優のもう亡命してるよね、一人ね。岡田芳子さんとかね、はい、そういうイメージなんですよね。え、同じなんだ、地球ボーイングって話ですけど今のはね。で、もっとそれがすごく直接的な肉体的なものとして出てくるのはフランケンシュタインシリーズですよね、うん、で、あれはフランケンシュタインの怪物っていうのが出てきて、もう書けねえな。で、これは人間なんだけど怪獣なんですよ。で、放射能によって作られたものとして、この場合放射能によって作られるっていうのは科学によって作られるっていうものなんだろうね、メタファー的なもの。 で、 す、ね、で、戦争によって作られたものでもあると、要するに兵器として作られるんですね、最初はね。で、ところが彼が愛する水野組がいるんですよね。ただ水野組は人間側の人なんだけれども、科学者なんですよ。ちょっとこっちに近いんですよ。うん、あ、そうですね。そう、うん。で、フランケンシュタインの怪物っていうのは、フランケンシュタインバロンって話ですけどね、は彼女を愛してるんだけれども、人間社会から受け入れられないから、この場合は怪獣、怪獣意味ないんですよね、この話の場合ね。そうですね。そう、バラゴンっていう怪獣と共に滅んでいくんですよ。自分を犠牲にして、バラゴンっていう怪獣から人間社会を守るために滅んでいくんだけど、滅んでいく理由っていうのは、はっきり言って孤独だからだよね、あの辺は、うん、彼女に受け入れられないし、人間社会が受け入れられないから、自分がやるべきことはその人間を守るために犠牲になるんだと。平田明彦と全く同じ最後に、ある意味では人間ゴジラなんですよ。最初はそう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 、不老人みたいな形で発見する、フランケンシュタインの怪物はね、同じ大きさなんだけど、どんどん大きくなっちゃうわけですよね。そうそう、あの
フランケンシュタインの怪物っていう、のはあれだから話で説明すると、まず第二次大戦末期にあのフランケンシュタイン博士が出てきて、その絶対死なない生物っていうのを作ろうとするんですね、あのナチスドイツの、まあ、あの研究でリーゼンドルフ博士って要するにその前に、要するにフランケンシュタインってあるじゃないですか、昔の小説が、あれの直系の続編ということなんです、そう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 、だからフランケンシュタインの時からある細胞をずっと研究し続けて、増殖させ続けていて、第二次世界大戦の時にも活用しようとしていたっていう、そういう話で、超兵士を作ろうとするんですよ、超人間みたいな、死なない兵隊を、ほとんどキャプテンアメリカと同じ話だよね。でところがその要するにただ普通の人間の大きさで死なない人間を作る予定だったのが、広島にその U ボートがあの心臓、フランケンシュタインの心臓を乗せて運んで広島に着いたところで、広島で原爆の放射線を浴びて、突然変異を起こし始めるんですよ。それで巨大化し始めるの、その、超人間が、死なない不死人間がね。それがフランケンシュタインの怪物になってくるんですけど、ところが彼はやっぱりどんなに体大きくなっても基本的に人間なんで、心はで人間社会に受け入れてもらいたいんだけども、巨大化してるから無理なわけですよね、っていう話 でそこでたまたまバラゴンが出てくるんですね。でバラゴンっていうのは最初ゴジラだったんですよ、企画では、ね、そう企画では、そうそう、ゴジラと対決させるっていう話、うん、うだから人間がゴジラになって、ゴジラっていうか人間が巨大化してしまって、放射能巨大化してしまって、そうゴジラと戦うっていう話だったんですね。そうそうそう、だからゴジラはあのその後人間の味方になって宇宙怪獣と戦っていくっていうのの原型はここにあるんですよ。でこのフランケンシュタインというのは人間ゴジラ で人間ゴジラだから、それが人間のために戦うって形だから、その後ゴジラっていうのは人間の味方になっていくじゃないですか。その必然性みたいなものっていうのは多分この辺出てくるんだよね。ただちょっとまあ前後はしてますね。前後はしてますけど、ね、キングビドラの時にね、うん、ちょっとこう地球のために派生したりしますからね、うん、あそうだね、うんうん、あれもでも最初は違ったんだよ。最初はキングギドラを倒した後、今度ゴジラが地球に向かってくるっていう方向性があったんでね。そう、そうじゃなくて、うん、あのゴジラと ラドンとモスラを今度は人類が敵としてみなして、うんうんうん、アメリカから対策の人間がやってくる、うん、そしたらこうあのショービジンザ・ピーナッツがあの、まあ、モスラっていうのはそういうとこインファント島ってところから来るんですけれども、もうインファント島に逃げていて、うんうんうん、それでこう皆さんがお探しになる時にはもう私たちはいませんみたいな、うんうん、あくまでも怪獣っていうのは所詮こう人類とは共存できないっていうラストがあったんですよ。三大怪獣地球最大の決戦っていうあのキングギドラがデビューする作品でね。でこれはゴジラ・ラドンとモスラが共同でキングギドラをと戦うっていう、モスラがゴジラを説得するとんでもないシーンが説得するんですけれども、でだけれども結局怪獣には居場所がないっていうラストがあったんだけど、うんうん、それやっぱりちょっと なんていうのかな、暗いラストになるっていうことだったんですよね、うん、それはもうなくなっているってそういうことですよね。構造的にはさ、この構造をずっとさ変形させながらやっていくじゃない。あともう一つ、うん、あの今言いかけたことに入っていたんだけれども、うん、要するにモスラが説得すると、でモスラってオスだかメスだか分かんないけど、モスラはメスでしょ、卵産むだから、ね、だからあのザ・ピーナッツが通訳してるっていうところから見てもモスラはメスなんです。そうそう、それであのモスラ対ゴジラっていうのがあるんですけれども、うん、それも本田さんの作品でゴジラが暴れてると、うん、でなんとかこうモスラの力を貸してほしいっていうふうにこう日本がね蹂躙されてるからこう日本人が行くんだけれども、お前らのその核の火でこの島こんなひどい島になったんだとモスラの力貸せるとか言うんだけども、そこでやっぱり星百合子のね星百合子がこうヒロインがあの同じ人間だから生きる権利あるじゃないですかとか言って説得するって、まだ女が説得する。で最初のゴジラも高知桃子が結局はあの誰にも言うなって言ってその恐ろしい実験をその芹沢博士が見せたんですけど、私イケメンの高田明に喋ってしまいました、でこのねあのこのままではもう人類滅んでしまいますみたいな感じで結局は女性によって本位されていくっていう形ですよね。そう、そう必ずそのだから彼は人間を全然信じてないんだけど、一人まあ女性汚れなきものだけは信じるっていうロリコン的なところがあって、でそれが説得することによって彼自身がその、まあ、自分を犠牲にしたり、白石も確か死ぬんだよね。あそうですよね。でその自分の中にある怨念みたいなものの暗い気持ちの、実体化である怪獣を倒して、まあ、死んでいったりするっていう構造を取るんですよ。だから、女性の説得だけがその彼をコントロールするものなんだよね、一種ね。結局だから人間側に水野久美がいるからフランケンシュタインそう人間側に組みするっていうそうですよね。そう逆 に水野久美とは一緒になれないからこそ死を選ぶんだよね、フランケンシュタインは一種。実
はラブロマンスなんですよ。本田